ご覧の皆様こんにちは、ホーステルと申します。ハードレスマンション続きをプレイしていきましょう。はい、第5夜からかな、スタートしていきますね。俺の脳裏には一人の少女が焼き付いていた。主人公の目だよね。これでもびっくりするんだけど。あの瞳、初めてあのマンションに訪れた時、そして昨日、俺は2回ほどあの子を目撃している。ひょっとして同じ案内人じゃないの？別の階でやってる。あの子は一体誰なのだろうか？他の住人とはどこか少し違うような感じ。目が合った昨日の夜、俺は確かに彼女の瞳から冷たさを感じた。それにあの子、エレベーターに乗っていたということは、階層を移動している。管理人を含め、あの階層の住人が他の階に、むしろ外に出ることなんてほとんどないというのに。あの子も管理人とか案内人なのか。横たわっていた体を起こし、牛乳を求めて冷蔵庫に向かう。けれども僕の求めたものは、その小さな白い箱の中には持ち合わせてはいなかった。あれ、なんだ、もう牛乳切らしてたっけ。とりあえず今は、現実に戻ってきてるってことか。仕方なく喉の渇きを水で潤し、俺は再び自室のベッドへと向かった。そう、向かうのだ、あの場所へ。あの場所へ。チャプター5、初めてのお友達へ。よし、じゃあ行くか。あ、誰がいいんじゃん、あの子は。ねえ君、君もここに連れてこられているのか。あ、待って、どういうことだ、誰なんだあいつは一体。動けないけど。鉄の扉は無表情に再びその口を開く。しかしその中に先ほどの少女の姿は見当たらなかった。行くか。よし、じゃあエレベーターに乗って自分の階に行こうか。少女は一体何者なんだろうね。謎が解かれる時が来るのかな。ん？なんだこれ。管理用紙。赤い本だからあの赤い服の女かと思ったわ。多分管理人のだし、届けるか。中覗いちゃおうかな。っていうのはダメ。はい、じゃあ管理人のところに行きましょう。その前に赤い服の女の情報、ま、くれるかな今。まだくれないんだ。じゃあ管理人室に行くしかないね。いねえじゃん。またいない。前もいなくなかったっけ？管理人のやつ、いないな。ん？なんだこれ？机の上から落ちたのか、床にはよく見るドライバーが落ちている。ドライバー！おや、いらしてたんですね。あ、ああ。ああ、ドライバーですか？いや、少し修理しまして。修理？落ち込み物はたまに調子が悪くなるのです。こいつももう2年前のものですし。それはそうと、私に何か。え、持ち込み物って何？ちょっと気になるよね。こんなものが落ちてて。管理用紙を手渡した。おや、私としたことがありがとうございます。見てねえよな。そういえば先ほど、小さい子供を見かけまし、また子供かよ。また子供かよ。小さい子供。小学生ぐらいの男の子でしたが。迷い人か。どうでしょうかね。どのあたりだ。上の方で。そもそもさ、画面から見たら上だけど、上の方っていう表現おかしくね。物というのは永久ではありません。生命体もそうでないものも定期的にメンテナンスをしなければならないのです。そしたら向かってみよっか、北の方に。金網の部屋を突っ走って、どこにいるんだろうね。大抵迷い人は廊下にいるから。あ、いた。なんで下から来んの。
黒い瞳と青い瞳、左右非対称の小さな瞳が俺を映す。君は？大丈夫だから。俺は君の味方だ。よかったら君の名前を聞かせてくれないかな。翔太。翔太君か。俺は案内に君をここに住まうある人に会わせるのが俺の仕事。案内？まだ言葉理解できないぐらいの年ってことか。ここはハートレスマンション。思いを残した者たちが集う場所。君は君に思いを残した誰かにここに呼ばれたんだ。ま、難しい話だよな。帰れるの？ああ、帰れるよ。本当は？ああ、俺の言うことをちゃんと守ってくれれば大丈夫。うん。わかった。わあ、もう悪い大人の典型的な例。誘拐犯とかじゃないの。小さな少年はその小さな腕で、その目を、涙を拭った。悪い大人にはついていっちゃいけませんよ。見た？見たって何よ。目。あ。僕、変なんだ。目がおかしいんだ。だからみんな僕を。翔太君、それは。生まれつきこうなんだ。そういう病気だってママは言ってた。お兄ちゃんも変だと思うでしょ。え、夫愛って病気なの？病気じゃないよね。変な名前の星だな。おい、星もいいけど、宿題忘れるなよ。作曲なんてできないよ。任せる。おいおい、僕に任せるなよ。僕だってこんなこと見よう見まねなんだから。だいたいピアノなんて男が弾けてもさ、文句言ってたら物事始まんないよ。チェー！お兄ちゃん、大丈夫？あ、ああ、大丈夫だよ。心配しないで。別に君はおかしくないよ。ほんと？ああ。さて、時間がないよ。これから君の過去を一緒に探す。ついてきてね。うん、わかった。よし、それじゃあ。あれ？ん？ポッケに何か入ってる。少年はパジャマのポケットを探り、何か鉄のようなものを取り出す。鍵だ。これ何？翔太君、それを預かるよ。うん。鍵を手に入れた。早速行けるところ広がってんじゃん。SE2-2、その前に、あ、場所だけ調べとこっか。SE2-2 だから、画面で言うところの右下。もともと行こうと思ってたからね。あいつがいるから。名前すぐ忘れるけど、この教えてくれる人。目の色の違う子供か。子供とは純粋である。それは経験の問題なのだろう。時に純粋とは残酷である。なぜなら残酷なことは残酷と認識しないことがあるからだ。そして我々人間は基本的には群れて生きる生物である。そして生物である以上必ず優劣が存在する。何に対して優秀か、ということもあるが、基本的に統率の才能がある者が大体のグループのリーダーとなる。そして逆に劣等感を持つ者や、他と違うものを持つグループは必要とする。それは敬うものではなく、その特殊なもの以外で団結するために必要なのだ。何も全てがそうというわけではない。だが子供は純粋だ。そういうことに罪悪感などは持たない。いや、気づかない方が多いと言うべきか。ちなみに私の言う子供とは年齢的なことではないと考えてほしい。幸せをつかむことを拒まれ、やっとの思いでつかんだそれをなくしてしまったものを見たいのか。もしそいつを見たければ隠されていた部屋に行くがいい。君ならもしかすると。隠された部屋。あそこだよね。ピッケルが何かで、ね、壁ぶち破ったところ。あそこだと思うんだよね。どこだっけ？ここだっけか。怖いよ。あった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 。出てきた。ジメさん。怖い。鳥肌立った。荒々しい字で書かれた日記だ。読みますか？はい。彼が危なくなってきた。日を追うごとに疲労しているように見える。そりゃそうだろう。毎晩こんな場所であんな者たちに追いかけられるなんて。今私がここで悔やんでも状況は変わらない。少しでも次の人に繋がるために記録を残す。あの追ってくる奴らについてだ。あの忌々しく邪魔なく。邪魔邪悪な奴ら。あいつらはどうも壊しながりというらしい。奴らがなぜここにいて、なぜ我々を襲うのか。
ある老婆に聞いた話によると、つながりが闇を引き寄せると、どういう意味だろうか。壊したがりが他人を狙うが、つながりによるもの、つながりとは一体何のことを言っているんだろうか。老婆がそれ以上答えてくれることはなかった。ただ一つ分かったことがある。奴ら壊したがりには、統括者がいる。どうやら私が見つけたさらに昔の管理人の記録を見ると、多くの記録に登場した壊したがりが存在する。その壊したがりは失敗に現れ、失敗した者の存在を喰らうという。喰らわれた者がどうなったか、おそらく私が、主に彼らは、思うにかな、これ誤植かな？はい、というわけで、赤い人発見したね。第5夜の赤い人はこれで発見済み。で、あとは、おばあさんの話を聞こっか。今回の壊したがりの特徴を教えてもらおう。はい、今宵の悪意について。仮面さん！オペラ座の怪人みたいなやつが出てくるのかな。奴は木でありとでも愛でもある。楽はないんだね。奴は嘘であり不安定である。そして奴がこの場所に訪れれば不安定な呪いが現れるだろう。その呪いに触れればお主は少しの間不安定になるだろう。はぁ、わかった。魔法陣踏んだら、あれですよ。移動のキーが、上下左右逆になるんでしょう、しばらく。奴にはこれといった弱点はない。それこそ何とかするしかないぞ。まあ頑張って生き延びてみせよ。というわけで、まあ、新しいね、パートが始まる時は、必ずまず、赤い女、この部屋のやつと、あとは、おばあさんの話は必ず聞いとかないとまずいね。そして手がかりを2つ入手した時点で多分、エレベーターホールの白いやつが出てくると思うんだよね。壊したがりの倒し方、教えてくれるやつが。じゃあストーリー進めよう。これちょっと気になるね。罠っぽいけど。ここは何もないよね。暖炉は。で、薬のようなものがあって、くだらない哲学。全90巻。舐めてんのか。で、こんな場所で咲く花は、誰のために。ここ調べるしかねえじゃん。このボール。ボール？ああ、サッカーボールか。見覚えがあるのかい？これ、奥の。少年の小さな手が少し汚れたサッカーボールに触れる。あ、出てくんじゃねえの？壊したがり。あ、証拠か。証拠物件か、今のは。季節は秋だろうか。周りの木は葉を落とし、寂しげな風景が広がる公園。そんな公園の中に小さな少年は一人、目の前のサッカーボールを見つめている。彼の周りに人はいない。また彼も楽しそうには見えない。こちらからでは表情は見えないが、拳を握りしめて何かを考えているようにも見える。えい！小さな少年がサッカーボールを蹴り上げた。その蹴りは思いっきり、そしてがむしゃらのようにも見えた。は？なんだ今の音。ボールは放物線を描き、なぜか彼の蹴った方向とは逆の方向に飛んでいく。うわっ！誰か第三者立ってるよね。あそこにいるのは誰だろう？親かな？あ、サッカーボールは本を読んでいた高校生ぐらいの男に衝突した。あ、赤の他人か。あ、あ、小さな黒い瞳は今にも洪水になりそうだった。これ、君の？あ、その、ごめん。ああ、大丈夫、大丈夫だから泣かないで。ごめんでて、ごめんでてー。なんだほら、怒ってないし、怪我もしない。何も問題ない。ぐじゅ。そう。それどころかほら、なんかさっきまで肩が怒ってんのに、今のボールのおかげで軽くなった。うん。まあ、優しいやつ、高校生。つまり怒ってないで感謝してるぐらいだ。ほら、だから泣きやんで。本当？本当。よかった。そういえば君、一人。この前も一人でボール蹴ってたけど、その、誰か一緒に遊ぶやついないのか。ほら、友達とか。いないよ、そんなの。そういうお前にもいなさそうだな。高校生ぐらいのやつ。え？まあ、僕もいないけどね。みんな僕の目が気持ち悪いって言って、僕と遊んでくれないんだ。目、
これ。少年は目を隠していた眼帯を取り外し、青年の方を見つめる。おっとあい。ね、おかしいでしょ僕。だから、すげえかっこいいじゃん。え？オッドアイなんてすごいじゃん。漫画みたいですっごく活かしてる。そうなんだよね。オッドアイってなんかちょっと中二っぽい設定だよね。これがかっこいい。ねえ、君名前は？え？翔太。あの、隠されていた目が、解き放たれるときに、能力が発揮されるみたいな詐欺みたいにね。相手の肺が見えたりとかするんじゃねえの。俺、カズキって言うんだけどさ。その、もしよかったら、友達がいないってんなら。俺が、友達になってやってもいいぜ。ひょっとしてもやっぱりこいつらは友達がいない同士なんじゃねえの。本当？おう。本当に本当？おう、任せろ。陰の者同士惹かれ合ってんのかな。じゃあ一緒に遊んでくれる？よし、もちろんだ。よろしくな、翔太。うん、カズキ兄ちゃん。まあ、このカズキ兄ちゃんにもしかして何かしらの不幸があったっていうことかな。カズキお兄ちゃん。今のは？僕の友達。友達？うん、僕の友達なんだ。僕よりお兄ちゃんの方がすごく年上だけど、それとも僕の唯一の友達。少年は嬉しそうに話した。唯一の友達を彼は自慢げに教えてくれた。でもさっきのは何だったの？君の会うべき人の記憶って言われてもわからない。うん、よくわからないよ。探すんだ、これから君の友達を。探す？僕のと誰かそこにいる。え、誰だ。仮面さんか？出ておいで、もう安心だよ。いや。男の声は優しげに語りかけてくる。おそらく、いや、確実に俺たちの方に向かって。誰？やっぱりここにいるんだね。僕は君を助けに来たんだよ。やばい。さっきのばあさんの話聞いてる限り。木とか土とか愛とかなんか言ってたじゃん。感情あるやつが出てくるんじゃないの？人間らしい。翔太くん、静かに。君の隣にいるそいつはね、君を連れ去ろうとする悪い奴なんだよ。さあ、急いでこのドアを開けて、僕の元へ来るんだ。翔太くん。早くしないと連れ去られてしまうよ。翔太くん、俺はそんな。来ないで。僕、わからないよ。少年はドアのかなり近くに行ってしまった。無理にでも連れ戻すべきか。さあ、おいで。その時反対側からドアノブが回る音がした。あ、出てくる。ゆっくりとドアを開き、その向かいにいる者の姿を晒し始める。もう大丈夫だから、ね。ろれつ回ってないよね。実況者と一緒で。あ、大丈夫だからね。完全に頭が決まってるからね。薬中か何かかな。怖っ。なんだこいつ。大丈夫。うわー。こっちに置いて。翔太くん、早くこっちへ。そっちだよ。逃げるよ、翔太くん。え？今助けてあげるから。君の辛い人生も終わらせてあげるから。っていうかさ、セーブが入ったってことは逃げるパートからだね。まともに喋れるのにさ、なんでこんなにおかしな口調になるの突然。始まった。あの魔法人なんだっけ？あ、そっか。操作がアベゴベになる説がある魔法人か。ああ、笑うな。とりあえず巻こう。巻いとこう。あ、動き早いね。巻いた。この青いの何？いった！はあ！ふざけんな！バカじゃねえぞ！え？回復しとこう。もう回復アイテムないんだけど。
やばい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 。ああ、逃げ切れた。よかった、助かった。よし、星屑使っとこう。巻いたところで一回セーブして、そしたら、今回この辺で終了にしよっかな。次回、管理人に話聞きたいと思うんで、管理人の部屋から再開します。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。では、さよなら。